さあミニチャレンジの第2レースがこれから始まります。僕は昨日、2番手争いをしたんですが、青木君と、スタートの時にちょっと行き過ぎてまして、それがペナルティで、3周以上走ってしまったので、失格となり最後尾スタートです。最後尾スタート、できる限り頑張って行きたいと思います。
ズーハイでのレースが、石川さん、終わりました。今日は、第2レースが行われました。で最高位からは僕第2レーススタートして、まあ、5周ぐらいでトップになったんですけれども、まあ、実はあのトップでずっとファイナルラップも絶対勝てるぞっていうファイナルラップに、後ろから、まあ、コーナーで追突されて、終わっちゃいました。まあ、あのレースはでもねすごく楽しかったです。まあ、最後尾からね本当にトップに立てるなんてなかなか、できなかったです。また早い時点でいろいろアクシデントがフロント前でもあったし、まあ、そういうのに、うまく、まあ、乗じてですねトップに立ったんですけれども、なかなか、甘くはありません。いやもう本当今日は勝てるって思ったんですけどねファイナルラップでちゃんと後ろをちょっと行き離してだけどなんかこうミサイルのように飛んできました。まあ、またチャンスがあればね出たいと思いますし、あのこの後あの日本のシリーズありますから、まあ、そういう意味では今日あのずっとトップ走れたってことは、日本のシリーズに対していいなんかこう景気づけ、まあ、いろんな意味でまた、この車を、学習したし、そういう意味では、次はしっかり頑張りたいと思います。